なんで動画を撮っているのかと言いますと、悔しくて撮ってます。ヤマダハウスが来ているパチ屋とは別のパチ屋行きまして、そうですね、大悟と2人で乗り打ちしまして、8万負けました。でも1人4だけど8で8万、破壊力があるってことで、まあ、ちょっとマインドを変えましょう。切り替えてどうやったら4万負けがゼロになるか思いついちゃいました。4万負けがゼロになる方法がある。はい、4万負けがゼロになる。ヤマダハウス大好きですよね。ああ、それはもう動画見させてもらってますね、はい、でしょ、はい、今、はい、ヤマダハウスは名古屋のパチ屋に来てるんですけれども、違います。違う、はい、来てないですか。来てません。来てないですか。来てないですと思ってください。来てないとマインドを変えなきゃいけないですね。だから僕たちが、まあ、佐賀だったりね、福岡とかね、はいはい、福岡も来店確かあったはずだったから、はい、に会いに行ってると思えばゼロになるよ。わかる。交通費どう。今から、うん、今払って4万はヤマダハウスに会うための交通費を払う。先に払ったと。そう。なるほど。でなんならその交通費がなんか何倍にもなるチャンスすらあったわけ、はい、ああなるほど。本来交通費なんだけど、はい、俺らは交通費を倍にするチャンスがあったわけ、はい、交通費払わなくていいよっていう倍もあったの。そう。で今回は正規な方法で交通費を支払ったと。そう。じゃあ今から僕らは九州に来店、九州のヤマダハウス来店に行くってことですよね。そうです。検証ですね、この動画は。ヤマダハウスに会ったら忘れられるのか。あ、やっぱでもさ、すごい見てたじゃんヤマダハウス俺ら。はい、まあ本当YouTube の中の人みたいな。そう、それがね今いるわけですよ。でなんなら来店でね、リアルに会えるわけだから、こっから上が見えるわけよ。それはもういくら払ってもでしょ。そうですね、いくら払ってでも見たいって人きっといるからさ。じゃあ行きますか。そうですね、うん、全員らしいからね。それも小池含む。相当熱いっすね。激熱だよマジで。今から山田と喋ります。めっちゃ並びました。めちゃくちゃ人気やな。すごいっす、ね、うん、店パンパンやな。本当にあいつうんこ食ったのかな。そうは見えない、ね、そうは見えないよな。食ってない顔だよ、ね、食ってない顔っす、うん、本物っすかね。本物かわからん。確かめない。お願いします。何やってんすか。ごめんなさい、渡しちゃって。あ、なるほど。ということで今からガマ氷に行くっていうことでよろしいでしょうか。あ、いいよ。あ、よかったですね。はい、ね、え、お金貸して貸して。無理。はい、ということで、ね、今写真見てもらったら分かる通り会ってきましたよ、ヤマダハウス。実在しました。実在したね。生きてたね、あいつら。いや、それにしても大変でした。なんといってもね、顔出ししてないんで探すのが大変でした。なんか目印でサインとかで「小賀優です」みたいな感じもないですもんね。なかったね。唯一出してるさ、やっぱ口元をさでもこのご時世マスク必須ですから、もうそれやられちゃうともう見つかんないよね。本当になんかちょっと列ができてたら、あ、これかなみたいな感じで探していくし。そうで列並んで差し入れを見て、あ、誰だ、あ、誰だっていう判断ですね。はい、みんなね、目印を探してるわけですよ。この人誰だろうっていう。で僕が小賀優に間違われました。小賀優さんですか。まあ、でかいからね。でも僕らも思いましたもんね。ちょっとでも太ってる人は、そう、あれ小賀優か。そうそうそう。小賀優だけなのよ、外見でわかるのが。いやー、よかった。初めて顔見ましたけど、うん、どうでした。いや、ちょっとやっぱ詳細な顔の内容はさ、ね、やっぱみんな会いに行って確かめてほしいから、あんまり ね、俺ら口から言えないけど、はい、結構意外だったね。確かに意外だった。まあヤマダハウスのね、来店近い人はぜひ行った方がいいですね。そうですね、うん、いやー、でもちょっとね、ぶっちゃけね、忘れましたね。4万、はい。でも気持ちなんか晴れやか、気持ちはなんかすごい晴れました。はい、ちょっとね、サーホーだけはね、顔出してる状態の写真も一緒に撮ってもらったんでね。あ、うん、僕が弱み握りましたから、ね、いや楽しかったな。会えてよかったわ、すごい。ヤマダハウスの皆さん、今度はねフルメンバーで会いましょう、お互いにね。まあ、ということで、まあ、多分こんな動画出してる人いないからね。ちょっとヤマダハウスレポでした。今日のヤマダハウス見た。え、見てない。ちょっと見て。何、お前が一番活躍してた。性欲バケモン2週間有名な配信者を加工アプリで無体化させて苦生活させたら、ハングレー顔の男たちが上がる。Thank you.
毎日ゲームしてる人はみんなストリーマー生活。3日目、今日は6面さんでお世話になっていこうと思います。交流がありまして、メイド服縛り生活をやってて魅力的なポイントとして楽しませてもらおうかな。利用する画像が可愛らしいメイド服のお姿ですね。加工後がこちら。お似合いです。ということで早速お世話になっていこうと。今までで一番すぐ出ました。内容を取り出しましてガマ氷協定場で動画を撮り終えて、その後イオンの方に買い出しに向かっておりましたが、疲れたよねっていう話になって、ラブホテルで休憩しようっていう感じになりまして、マネー渡したら抜いてくれるっていうことで渡して、お口でしごいてもらい、上手だったので出そうってことを伝えたら、えよ私のガマ氷でいっぱい出してと伝えてくれたので、そのまま発射いたしました。めでたしめでたし。疲れたわ。どうですか、山田のオナペットになった気分は。悪い気がせんよね。女性的に見られるのが嬉しいし。どう考えても。めっちゃ笑っちゃったわ。早かったな。お前が一番やっぱ刺さってたんじゃない、性癖に。そうね。うん。なんだ。普通に、抜いてあげようかな。しょっちゅう言ってるやん。お金くれたら抜いてあげるって。ちょっと言ってんじゃん。うん。全然いい。カズくん。カズくんいいよ。歯ないから気持ちいいんじゃない。確かに。うん。3P は山田と6面と女の子1人で 3P。 それはもう誰も得してるけど、いいの。いや、ちょっと夢叶うんじゃない。真剣にお願いした方がいいんじゃない。やっぱ 3P してくれる人があんまり少ないじゃん。許してくれそうじゃない。全然。ね、全然。お前見つかったやん。相棒。相棒。パートナー。さあ、もっと仲良くなってからかな。結局他人になっちゃうじゃん。深い仲ではないからさ。うん。山田との 3P はじゃあまだ、厳しい。じっくり時間かけて。うん。ダメってことで、3P のためにちょっと仲良くなりましょう。お願いします。2時間ぐらいにする。お疲れ、撮影。33日ぶり。もう吸うわ、まあ、一本だけのつもりでいるよ。ちょっともう今日は絶対タバコ吸いたいわ。こんなに頑張ったもん。いいんだな、止めないけど。もう1ヶ月吸ってなかったよ。1ヶ月吸ってなかった。こんだけ辛いことがあると僕も吸いたくなるよな。タバコ吸ってなかったからこんなに辛かったのかもしれない。俺まだあげるって言ってないけど。ああ、うん、知らん知らん。そらしい。嬉しいやろ。あ、いっぱい吸う。これあげるよね。神が吸うなって言ってる。ついた。やっぱ。わ、いいな、ヤニクラ。いいな。美味しいって感じるの。うめえ、やばいわ。あ、全然ダメだわ。あ、もう終わった。終わった？終了？マジで。どっちが？禁煙が終わったの？それとも？俺一本のつもりって言ったよね。うん。この、まあ、酸素で気持ち変わっちゃった。タバコ吸った方がいいんだって。健康になる。怖い。知ってる？タバコ怖い。やばいわ、マジで。うますぎる。こんな美味しいの？タバコってやっば。うま。当たり前なんで、もう吸っちゃってるけど、うまいの、タバコって。ストレス発散、それだったか。やばい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 。お、食らった食らった。食らったね。俺結構ね、ヤニカス、いや、うん、ここまで上がってきて、このステージまで。すぐ戻れるよ。すぐ戻ってきて。あの、やっぱりさ、うん、まあ、2人で喫煙所行くのもやっぱ寂しいやん。今日の協定もな、うん、6面と俺だけ行ってな、で、吸いたくなる周期一緒なんだよな、ヤニカスは。あ、OK。あ、いいね。もう。あ、2本目行っちゃう。いい、いいやつ。いいやつや。こんな、俺やめてよかった。やめてよかった。え、やめてよかった理由、それ。これだわ。
健康にいいとかじゃなくて、これこの33日ぶりのタバコを吸うために俺はやめてた、うん、ばっかうまい。俺マジで今まで食ったどの飯よりもうまい。これすごい偉大な発明。初めてタバコ吸ってて本当に今感謝してる。感謝の気持ちがやばい。入ってる、いっぱい。危ないもんしか入ってない、うん、これちょっと映像に残ってよかった。この記録を俺は多分もう忘れたくない。じゃあ忘れずに、気が向いたらまた気にすればいいね。いつかはやめるよ。だって100キロあんだもん。やめた方がいいんだから。違うよ、まあ、この1ヶ月でめっちゃ太ってんだよ。タバコやめてから知ってんのよ、人は太るって。タバコを吸わなくなった瞬間に。でもなんか統計によるとデブのおじいちゃんっていないらしいの。みんなくたばってんだよデブは。確かにどっかの段階で痩せればいいってだけど、ヤニクラってこんな長かったっけ。いやなるなる、もうずっと動けなくなるよ。ピリピリしびれて。いいなぁ、みんなタバコ吸おう。いいなぁ、気持ちよさそう。そんな気持ち、そんな気持ちになれるんだ人って。終わっちゃった俺の禁煙。悲しいな。悲しいんだ、兄ちゃん。いっぱい吸える。やっぱやり続けたものがなくなるのは悲しいけど、こっから続けてくんだよ喫煙を。こっから続けてくしかないのかこれは。ということで老けたな、急に老けたわ。タバコ吸って、うん、老けた。よし、あー頑張ろう。はい、ということで皆さんタバコを吸いましょう。